東京都品川区代表として軟式野球連盟主催の秋の一部都大会に出場したクーニンズ。1回戦に勝利しましたが、2回戦目以降からは超過密日程となってくるのです。そのため今回はある対策を仕掛けました。どうもクーニンです。今日はですね、ピッチャー陣にある試練を課しました。何かというとですね、試合前に30メーターダッシュ30本。クーニンズ都大会っていうね、いい経験になる大会に出てるんですけども、次からですね、勝っていくと4日連続試合があるわけです。だからスタミナがすごく重要になってくるんですけど、ピッチャー陣が4連投に耐えうる体を作るために、もうその対策として疲れた状態で試合に入るっていうのを慣れようと思ってるんですね。そのために投げちゃうとね、やっぱりもうちょっと怪我にもつながるんで、じゃあ走ろうと、体力的に疲れた状態で連投明けの感じで投げるっていう、そういう練習です。前田君は一応、まあ、怪我明けですけど、ピッチャーしてからの野手装填を含めて今日やってもらうと。いやしんどいっすね。なんなのそのパリピみたいな穴は。めっちゃ穴開いてるけど。パリピじゃないですよ。パリピじゃなくて、今オークリーで一番推してる肩がこのスートロなんですよ。いや実はこれ2つ目なんですけど、このスートロ。もう1個が見せたかった。あ、穴開いてないやつ、そうなんや。3つ目。届きます。そうなんや。来週。次のやつはすごいっすよ。次のやつは。穴の形が星マークとかや。いやもう本当すごいっすよ。クーニンズは過去にも3日で4試合を戦った全国大会。クーニンズは過去にも全国大会で3日で4試合戦ったことがあります。2日目の試合からは体の疲労との戦い。今回はその対策として練習試合の前に走り込んでから臨みます。さあ行くよ、1本目スタート。はい、遅い遅い遅い。若林抜いたな今。今ので 5.07、 若林が。さあ2本目スタート。よっしゃスタート。川が死んで。すごい、緑川君は率先してやってるんだね。まあクソピッチャー陣と言われるのは僕の責任みたいなもんなんで。誰も言ってへんよな。それは俺が悪いで。緑川は草ピッチャー陣と思ってるようですね。13本目スタート。さあゴリーいけるよ、もっとゴリー。この辺りからピッチャー陣の会話が全くなくなってきました。企業チームひしめく都大会の一部、勝ち進めは最大4連戦、連投必至のこの大会。ピッチャー陣に30メーターダッシュを提案したとき、前向きな反応を示したのが印象的でした。投手陣を引っ張る緑川ゴリ、そして若手のリオや上野もダッシュに参戦していきます。これがクーニンズだ。さあみんな20本目、7回のピッチング、4秒8ぐらいいこう、4秒8ぐらい。スタート。4秒99、ナイスラン。28本目、スタート。はい、頑張って頑張って頑張って。おいだけ。5.4。よっしゃ、じゃあラスト2本、100メーター行こうか。うわめっちゃ心折れるよ。誰が怒るやつだ。やばいな。ラスト2本バイ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 。いや待って待って、心折れる。バイバイ。これで本数増えないから。いくよ、よーいスタート。早いやん、今ので8秒55。やべ、じゃあラストこの8秒55よりも早くね。
8秒5以下ね。はい、手についてよーい、スタート。頑張れ頑張れ頑張れ、8秒5、8秒5、8秒5。やべ、熱いぞ。しゃ、オーケー、早い。8秒1、2。いけるじゃん。お、もう1本走るそうです。すごいですね、30本走り切った後に。よっしゃ、うわっ、うわっ、やばい、足取れる。死ぬ。全部全部です。5試合終わった後ぐらい。八幡大学時代とか苫小牧時代はあったの、こういうの。ありましたね、はい、あのボール缶を、レフトからライト、センターで半分で10本ずつで計30本とか走ってた時はありました。ちょっとこの後スタメンマスクですけど、はい、じゃあ、まあ、しゃべれないです、疲れ。元アイドルの達也君、はい、これ役者業でもない走り込みでしたけど、はい、走るのはまあ得意な方なんで。あ、得意なんだ。さあ、試合前にダッシュした投手陣、実際の投球はどうだったんでしょうか。まずは先発ピッチャーの前澤君。ダッシュの影響は感じられませんでした。相変わらず強いボールは行ってました。投手の後は野手で出場した前澤君、超人です。そしてリリーフは若林も追加ダッシュをしてましたが、疲労感を感じさせない強い球、しっかりと抑えてました。そして練習試合ということで川上くんにも登板してもらいました。川上くんはかなり足に疲労感があったそうなんですが、それでも比較的強い球がいってました。4人目はラーメン中洲、最年長の投手中洲ですが、変化球はある程度キレがありました。しかしまっすぐがやや甘くなり痛打される場面が目立ちました。そしてオッチは疲労感がかなりあったそうです。変化球にいつものキレがありませんでした。そしてまっすぐも思ったところに投げれず、なんとかかわしていく投球。そしてサイドハンドのズッキーは初回緩急を使った上々の投球、いいピッチングを見せました。ここもシンカーで抑える、キャッチャーフライ。しかし2イニング目、イニングをまたぐと足をつってしまい無念の降板。その後達也が登板します。ズッキーのピンチを背負った投球、しかし達也は終始安定してました。スライダーとフォークボールが冴え渡り好投。そして試合後はバッテリーで疲労感がある中での投球についていろいろと対策を話してました。この調子で都大会もよろしくお願いします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。